これ確認してみてほしいのは、優しい数学1をさ、適当にランダムでさ、問題をさ10問ぐらい選ぶじゃん。はい。で、記述で書けるかどうかやってみてほしいよね。そうですね、うん、まあ、開いてちょっとあこれ分かるわっていうのと、実際全部最後まで書けるかっていうのは、うん、結構違いますよね。そう、武田塾チャンネル。花粉症ですか？いや違うんですよ、さっき餃子食いすぎてニンニク臭くて中村先生に申し訳ないなと思ってマスクしてますいやね、また新しい1年がやってきますけれども。やってきますね、はい、結局外すんだはーっつって、はい、すいません、はい、はい、まあね、はい、ぜひね、悩んだことあれば相談してほしいということで、はい、はい、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。 中村先生、はい、今回の相談ですか？今回の質問はですね、高1です。数学の偏差値が7月の、模試かなが偏差値65、11月が53、1月が52とどんどん下がっていっています。今やったり参考書って何ですか、うん、ちなみに模試は真剣模試で、優しい数 1A は 100% ですと。これはまあ参考書のことですね、優しい数 1A。 そうですね、うん、はい、はい、うん、ということなんですけど、はい、いやまずね、なんで下がってるのかはっきりさせた方がいいよね。そうですね、うん、確かに結構すごい下がってますね、うん、しかも全部同じ模試ってことですよね、これ真剣模試で、うん、いやまあ、はい、まあ、一番考えられるのは、はい、範囲広くなったから追いついてないんじゃないのっていう。あ、その夏から秋以降ってなるとやっぱ範囲広くなるじゃないですか、大体その模試の時期がずれるとっていうので、うん、だから、まあ、あの復習が追いついてないんじゃないかなっていう、うん、ところかな。確かに、あと今まで学んだやつがどんどん抜けてってるってことですよね、やっぱり。そうそうそう、はい、であと、まあ、もしくは本当にケアレスミスが単純に多いとか、はい、うん、あの自分が取れる点数は変わってないんだけど、うん、平均点が上がっちゃって、うん、結果的に偏差値下がっているとかっていう状況なのかみたいな、うんうん、そうですね、まあ、でまあただ優しい数 1A が 100% ってことなんですけど、うん、100% の達成具合がやっぱその、はい、量が増えてきて、うん、その元々やってたものと同じ質のままで 100% なのかっていうのは気になるよね。でもどういうことでしょう、答えを覚えただけなのか、はいはいはい、ちゃんと解き方を初見で解けるように身につけられているのかとか、例えば、うん、これ確認してみてほしいのは、優しい数学1をさ、適当にランダムでさ問題をさ10問ぐらい選ぶじゃん、はい、で記述で書けるかどうかやってみてほしいよ。なるほどなるほど、答えが分かるかじゃなくて、うんうん、記述で全部書けるかみたいな。そうですね、うん、まあ、開いてちょっとあこれ分かるわっていうのと、実際全部最後まで書けるかっていうのは、うん、結構違いますよね、はい、これやっぱ英語でも結構あるよね、訳せるわと思ってじゃあ訳書いてって言ったら書けないみたいな、はいありますね。そう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 、はい、参考書の質って部分と、あと取れてない原因っていうのをちゃんと見てみるっていう、まあ、ここが大事で、うんうん、だ難易度的には優しい数学ができてないというか、使いこなせてないからおそらく取れてないのであって、うん、参考書を上のものやったからって感じではないとは思うんですよね。そうですね、うんうん、模試が違うものならまだしもね、うん、同じ模試を受けてるとしたら別に難易度が大きく変わってるわけではないとは思うんですよね、うん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 、そうですね、うん、なのでまあ今言った点をちょっと意識してもらえればなと思います。はい、はい、今回は以上です。大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。